こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、今回はですね、ワープ読んでね、かつね、方法の建築をね、皆さんに教えていきたいと思います。はい。はい、でね、はい、もうね、早速紹介しちゃうんですけど、よかったら、このチャンネルでね、チャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、この 1V1 で勝つ方法ですね。で、まず、1V1 は、こうやって、ここ、編集をして、出る。はい、でも、で、あのですね、皆さん、縦積みを、多分、基本だったら、こうやってる人が多いと思います。うん。まあだけど、これの縦積みは間違っているんですよ。何が間違っているかというと、ですね、見ててください。ここ。ほら、全然違くない？だからコツは、ここ。真ん中の左ら辺、ここら辺で、こうやれば、いける。はい。だからもう、ワンブリはもう、縦積みが、すべて。だから、これは本当に結構使えると思います。で、次は、自分を守るための建築ですね。ここ、壁、ここね。あと、これね。で、次は、これ。でね、めっちゃむずいんだけど、ここ、こうで、階段やっていこう。これマジでむずい。できない、俺。本当に。ね、できるときあるんだけどね、全然できないから、まあでも、できる方は、やってみてください。で、次！これは、ボックスとか、ボックスとかで、使えます。で、まずこうやって、相手が、イモってるときに、ここでね、普通張り替えするじゃないですか。こうやって普通ね。だけど、絶対張り替えられる方法があります。それは何かというと、ここをね、階段置いて、それで、ジャンプ階段。ほら！これ見て。ほら！階段が置かれるの。だから、もうこの階段壊さないと、多分ね、壊すのに夢中になるから、もうね、これはね、絶対張り替えられます。で、その時のね、対処法っていうのがあるんだけどね、それはね、ここら辺に、これを作る。これを作れば、こう編集で、何でもこうやって守れることもできるから、ぜひ、こうやってみてください。こうやってね。で、次は、相手が持ってるとき、相手がね、こうやって持ってるときにね、みんなほとんど壁から行くじゃん。ほとんど。こうやって。だけど、こういうやつは危険だから、なんで危険かというと、カウンターって言って、壊した瞬間に壁を壊した瞬間に、打って、それでダメージが与えられるっていうことが結構あるんですけど、ここをね、屋根からやれば、もう、ほら、ここをこうやって編集して、ジャンプして打たないとできないじゃん。これね、難しいからめっちゃ。だから、壁から張り替えるのではなく、こうね、上からやってみてください。はい、で、その次。
立ち回りです。立ち回りです、はい、まずあのこれ本当に最強なので、これアリーナとかでよく使える、ほらこれだとね体全体守ってくれるので、ぜひぜひやってみてください。はい、でその次あのねこれマジで簡単だから、あのさっきこうやってやったじゃん、こうやってやったじゃん、だけどもう次はこうやってこう、めっちゃ簡単でしょ、ほらめっちゃ簡単、やばミスった、自分がミスった、ほらこれだったらもう隙もないしめっちゃいい。あとねこれ俺できるかな、こうやって、あできなかった、こう待って、あここね、これむずいんだよね、これねスイッチ勢だとこれむずいかも。あとね 1V1 で勝つ方法っていうのはあの自分をあの隙を見させないことが一番重要なんですけど、縦積みとかね隙が見えちゃうのよ絶対、だからねあの末建築とかできる人はやった方がいいね、絶対いいんだけど僕できない、できないけどね、あの隙を見せない方法、じゃあ僕の 1V1 の方法見ててください、いきます、今のが最初ですね。で、今僕のやったいいところはまずここね、こう一段にしてたじゃない。でこの一段にすると縦積みのねスピードは変わんないんだけど、置かれるスピードが速いからめっちゃいいね。で次、その次ここね、まあこうやって縦積みでこれでね、これでこうやってから、こうやってからこうやってこうだから本当に隙を絶対見させないことは不可能なので、大体でいいよ、本当に大体でいい、はい、だから皆さん僕のこの方法参考にできたらぜひぜひやってみてください。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ほら、さようなら。